社パンギアプレゼンツ上勝サステナブルアカデミームーンショットプログラム。当プログラムは基本的に8つのステップで進めていきます。一つ一つの体験を通して理解と新たな気づきを得ながら課題解決の思考法を見出していきます。ステップ1、事前授業。上勝町に訪れていただく前に直接またはオンラインで事前授業を行い、上勝町の基本的な情報を得ていただいた上で参加者自身の目的を明確にします。燃やすごみを少なくして企業の節約に成功します。ステップ2、注文取り体験。実際に上勝町に到着して始まるのは葉っぱビジネスの仕組みを理解する体験です。現場で使用されているものと同じシステムを採用し、 ICT を利用した受注方法を疑似体験することで戦略の秘訣に気づくことができます。よーい、スタート。ステップ3、葉っぱ収穫。現役で活躍する彩り農家さんに教わりながら商品となる葉っぱの収穫作業を行います。長さを測ってもらって、これが12センチから15センチある。ステップ4、パック詰め体験。自身で収穫した葉っぱを出荷同様にパックに詰めます。収穫から商品になるまでの作業を通して持続可能な仕組みの理由を生産者目線で体感することができます。ステップ5、ゼロウェイストカードゲーム。ゼロウェイストの導入では基本的な考え方を楽しく身につける上勝町が独自に開発した手法を採用しています。資源としての視点をカードゲームを通して養い、環境負荷を減らす方法を学びます。ステップ6、分別体験。町民が日々の暮らしで利用しているゼロウェイストセンターで上勝町で行う分別の取り組みを見学します。45分別がどうやって成り立っているのか、なぜ定着・広げていくことができたのかを探ります。ステップ7、町民ヒアリング。上勝に住む人との対話の中で住民はどのように考え行動しているかを学びます。さまざまな立場の方をお呼びし、生徒さん自身の関心ごとに沿ってヒアリング調査をすることができます。ステップ8、生徒プレゼン。プログラムを通して得た気づきをプレゼンします。今後自分たちのフィールドでどのように活かしていけるか考えを共有し発展させる場となります。このまま進んでいくと、私たち人々が進んでいく環境がなくなってしまうということがわかります。以上の流れにおける各コンテンツは規模やご要望に応じてアレンジすることも可能です。合同会社パンギアプレゼンツ上勝サステナブルアカデミームーンショットプログラム。